島田さんですか。はい、読みます。茂木さんへ、19歳のお誕生日おめでとうございます。本当は今年の生誕祭も隣でお祝いして、あわよくば仕切りもやりたいなーなんて思ってたけど、残念ながら出れないということで、こうしてお手紙を書かせてもらいました。私たちが出会ったのは3年前かな。後輩として入ってきた私にとって、茂木さんのイメージはもちろん怖いでした。わら。でも美人なのに喋ると面白いところ、強そうだけど実は乙女なところ、怖そうに見えて本当は誰よりも優しくて心が広いところ、一緒にいるうちにいろんなギャップを見つけて、いつの間にか茂木さんのことが大好きになっていた気がします。茂木さんは私がどんよりしているときはすぐに気づいて、さりげなくそばにいてくれたり、声をかけてくれたり、どんなときも茂木さんがいるだけで救われるし、私にとってお姉ちゃんのような存在だと思っています。去年の総選挙覚えていますか。偶然席が隣になって、不安と緊張の中、2人で手を握り合いながら発表を待っていましたよね。茂木さんの名前が呼ばれたとき、自分のこと以上に嬉しくて自然と涙が出ました。私は茂木さんに嬉しいことがあったら誰よりも喜ぶし、辛いことがあったら少しでも力になりたい。いつも助けてもらっている分、これからは私が茂木さんの支えになれたらいいな。最近は先輩からも後輩からも茂木さん人気がすごくて、ライバルが増えまくっているような気がするけど、リオリンにもヒジリンにもトムさんにも負けません。誰よりも茂木さんのことが大好きな自信があるから、これからも私の一番仲良しな先輩であり支えていてください。最後に一言、茂木音はビジネスじゃないぞ、向井地美音より。ミオンからでした。まあそうだと思ってた。そうですね。どうですか。そう、ミオンちゃんが今回出れないのがマジショックで、もう本当に落ち込んだんですけど、ね、うん、こうやって手紙書いてくれたのは嬉しかったし、なんかですね、なんて言うんですか、私ミオンと仲いいんですけど、あんまり相談事とか受けることはなくて、ただいつもそばにいるって感じだったので、なんかあんまりミオンから相談受けないから、なんかあんまり力になれてないのかなって最近よく思って、昨日とかママとかに相談したんですよ、マジで。ミオンのことを。そう、なんか支えになれてないんじゃないかなみたいな感じで、なんか相談したぐらい、なんかこうね、そんなにあれなのかなと思ってたんで、うん、なんかこうやってね、手紙なんかすごい褒めてくれて、なんかどうやらいい感じの関係を築けているみたいで良かったです。はい、はい、